ダニエル・デネット、ダニエル・クレメント・デネット3世、ダニエル・クレメント・デネット3、1942年3月28日タイ、は、アメリカ合衆国の哲学者、著述家、認知科学者である。心の哲学、科学哲学、生物学の哲学などが専門であり、その中でも特に進化生物学、認知科学と交差する領域を研究している。現在、ダフツ、 大学の認知研究センターの共同ディレクター、オースティン・ B ・フレッチャー哲学教授、ユニバーシティプロフェッサーを務める。デネットは無神論者かつ、世俗主義者であり、アメリカ世俗連合の評議員、ブライト運動の支持者でもある。デネットは、新無神論の4人の機種の1人に数えられる。他の3名は、リチャード・ドーキンス、サム・ハリス、そしてクリストファー・ヒッチェンズである。 2001年、ジャンニコ賞受賞。2012年、エラスムス賞受賞。デネットは1942年3月28日に、マサチューセッツ州ボストンで生まれた。母親は、ルース・マルジョリー、旧姓レック、父親は、ダニエル・クレメント・デネット・ジュニア。デネットは、幼少期の一時期を、レバノンで過ごした。第二次世界大戦中、彼の父は、 戦略庁法局の防衛要員として暗躍しており、米ルートのアメリカ大使館にて大使館員を装っていた。デネットが5歳の時、父親が原因不明の飛行機事故で亡くなったため、母親は彼をマサチューセッツに連れて帰った。デネットが哲学という概念を知ったのは11歳の時、参加したサマーキャンプがきっかけだった。キャンプの指導員はデネットにこう述べたという。 ダニエル、あなたは自分が何者か分かっているあなたは哲学者なんだよ。デネットはフィリップスエクセターアカデミーを1959年に卒業した。1年間ウェズリアン大学に在籍した後、ハーバード大学で哲学を学び、1963年に学士号を得た。ハーバード大学では W.V.O. クワインの指導を受けた。1965年。 オックスフォード大学から哲学の博士号を授与された。指導教員はギルバートライルでクライストチャーチに所属していた。デネットの妹は調査ジャーナリストのシャーロット・デネット。デネットは自分についてこう語っている。私は独学者です。いや、もっと正確に言えば自分の関心のあるすべての分野について世界トップレベルの科学者たちから何百時間もの。 非公式な個人シルベを受けた人物、ですかね。フルブライトフェローシップ、2度のグッケンハイムフェローシップ、行動科学先端研究センターのフェローシップを、それぞれ授与されている。会議的探究委員会、CSI のフェロー、国際ヒューマニズムアカデミーの選ぶヒューマニストでもある。また、アメリカ人道主義協会の選ぶ2004年の年間ヒューマニストに選ばれた。 2010年2月、宗教からの自由基金から名誉功労者に選ばれた。2012年、デネットはエラスムス賞を受賞した。これは、毎年1名を対象として、ヨーロッパの文化、社会、もしくは社会科学に対して優れた貢献を成した人物に贈られる賞である。科学、技術の文化的重要性を一般大衆に、わかりやすく伝える能力が受賞理由である。 自由意思について、デネットは、両立主義者だが、1978年の著書、ブレインストロムズの第15章、オンギビング・リバーテリアンズ・ホワット・ゼイ・セイ・ゼイ・オンとでは、リバタリアン主義者の見解と対立する、意思決定の2段階モデルを支持する議論を行っている。私が提案する、意思決定のモデルには、次のような特徴がある。すなわち、 我々が重要な決定に迫られたとき、アウトプットがある程度非決定論的な、熟考生成期から一連の熟考群が生み出される。それらの一部は、無関係なものであるとして、意思決定主体により、意識的、無意識的に直ちに却下される。却下されなかった熟考群は、意思決定に対して影響を及ぼし得るものとして主体によって選ばれたものであり、 これらが推論プロセスに登場する。そして、もし主体が十分に合理的であれば、これらの十行群は、主体の最終的な意思決定を予測し、説明する役割を果たす。デネットの他にも二段階モデルを提唱した、哲学者として、ウィリアム・ジェームズ、アンリ・ポアンカレ、アーサー・ホリー・コンプトン、ヘンリー・マーゲナウなどがいるが、デネットがこのモデルを支持する理由は次のようなものである。 これらの事前もしくは副次的な決定が我々が責任ある自由な意思決定主体であるという感覚を構成していると考えられる。大まかに言えば次のような仕組みでそうなっている。私がある重要な意思決定を迫られ一定量の実行を経た後私は自分に向けてこうつぶやく。もう十分だ。私はこの問題を十分実行したのでこれから行動しようと。この時、 私はもっと熟考できうると完全に知っているし、また行動の結果、自分の決定が間違っていたと判明するかもしれないことも完全に知っている。だが、どちらの場合でも私は責任を受け入れているのである。ロバート・ケインに代表されるリバタリアン主義者たちはデネットのモデルを否定している。特にランダムな偶然が意思決定に直接的に関与してしまっていることにより、 意思決定主体の動機と理由、性格と価値観、感情と欲求が除去されてしまうと彼らは考えているのである。彼らの主張によれば、もし偶然が意思決定の主要な原因であるならば、決定主体はそこから生み出される行動に対して責任を持ち得ないという。ケインは次のように述べる。デネットが認めるように因果的に非決定論的な熟考モデルは、 リバタリアン主義者が自由意志に求めるものの全てを与えてくれるわけではない。というのも、どのような偶然的なイメージや、その他の思考が自分の心に介入し、熟考に影響を与えるかを主体は完全にコントロールできるわけではないからだ。それらは自分の好きなように登場してくるだけである。主体は偶然の熟考が生じた後にいくらかコントロールできるに過ぎない。しかし、 偶然はもはや全く関与しないのである。それ以降に起きること、主体がどう反応するかは、主体がすでに抱いている欲求や信念によって決定されているのである。なので、偶然の実行の後においても、主体にはリバタリアン主義者の意味でのコントロール能力がないように思われる。リバタリアン主義者は完全な責任性と自由意志に対して、これ以上のことを要求する。 デネットはいくつかの場所、例えばブレインチャイルドレンのセルフポートレートにて自らの哲学的プロジェクトがオックスフォードでの学生時代からほとんどそのまま続いていると述べている。彼の主要な関心は経験科学に裏打ちされた心の哲学理論を提出することにある。もともと博士論文のコンテン,テントコンシャスネスにおいて 彼は心を説明するという課題をに分割して、内容の理論と意識の理論の両者が必要だとしていた。このプロジェクトに対するアプローチにおいても、この区分は維持されてきた。コンテントコンシャスネスが二部構成であったのと、同様に、ブレインストロームズも二つのセクションに分けられた。後に、内容についてのいくつかの論文は、 インテンシャナルシュタンスにまとめられ、意識についての見解は、理論的に統一され、コンシャスネス・イクスプランドに結実した。これらの著作をおいて、デネットの主張は、最も後半に展開されている。コンシャスネス・イクスプランドの第5章において、デネットは意識の多元的走行モデルを提案している。彼の説明によると、あらゆる種類の知覚、実のところ、 あらゆる種類の思考や心的活動も、が、脳内で実現するときには、感覚入力を解釈、遂行する複数のプロセスが並行して進められる。神経システムに入ってくる情報は、常に、編集され続けている。P111。デネットはこうも述べている。時間の経過に伴って、これらは一つの物語のようなまとまりを持ち、それは、 脳内の多くのプロセスによって継続的に編集され、続けると考えられる。P135、イタリックは原文。内容を生み出すという意識の性質の一部を、進化によって説明することができる。というデネットの関心がこの時点ですでに伺える。そして、以後このテーマは、彼の研究プログラムの中心に来ることになる。彼は、神経ダーウィニズムとして知られる立場を擁護するのである。 また、彼はクオリアを否定する議論もしている。つまり、この概念はあまりに混乱しているため、矛盾せずにこの言葉を使用したり理解することはできず、したがって、物理主義に対する有効な反駁とはなり得ないという。デネットの戦略は死であるライルから受け継いだものであり、一人称的現象を三人称的言葉遣いで再定義し、 その定義が一貫して使用可能ではないことを示すというアプローチを取っているのである。デネットは次のように自己認識している。私がこういったテーマを議論する際に哲学者が標準的に用いる専門用語を使用しないことがしばしば問題となっていると他の哲学者は述べている。彼らは私が何を主張し何を否定しているのか理解するのが困難だというのである。 だがもちろん、私が彼らと同じ土俵に上がらないのは、意図的にそうしているのある。なぜなら、このテーマで用いられる標準的な言葉遣いは、役立たずであるどころか有害だと考えているからだ。それはあまりにも多くの間違いを含んでいるため、研究の進展を妨げているのである。コンシャスネス・イクスプランドにて、もちろん、私はある、主の、目的論的機能主義者である。おそらく、 独特な意味での目的論的機能主義者であると彼は認めている。また私は検証主義者であると告白する準備もあるとも述べている。デネットは1962年にスーザンベルと結婚した。マサチューセッツ州のノース・アンド・オーバーに家族で暮らしている。娘が数と息子が数と孫が4人いる。ヨットをこよなく愛する。 デネットはダーウィニズムを生物進化以外の領域にも適用できる万能産都市、神経ダーウィニズムなどの議論を展開している。デネットによれば、進化とは自然淘汰を通して作用する一連の単純な算術的計算すなわちアルゴリズムのプロセスである。したがって、スカイフク、天からの温調王と呼ばれるような説明支援飛躍は、そのプロセスには存在せず、 進化の中途で起こり得たすべてはクレーム、例えば、ボールドウィン効果のような事例を通して説明が可能であるとされる。デネットによって標的とされているハンダーウィン主義の代表的なものには進化には連続性が途切れる地点があるとするスティーブン・ジェイ・グールドの唱えた断続平行説が挙げられる。アルゴリズムが進化の原理として働くことを霊称する際には ライフゲームが持ち出される。ライフゲームとは、数学者、ジョン・コンウェイによって考案されたコンピュータプログラムのことで、非常に単純な規則によって生成する図形群が、繰り返しその規則に従って変化をすることで、結果的に予測不可能なパターンを生み出すことを明らかにするセルオートマトンの一種である。同様にして、進化というプロセスも単純なアルゴリズムに従って、 多様な生物種を作り出すことができるのだ、と。デネットのこのような進化感には、彼の知的同盟者の一人であるリチャード・ドーキンスの影響を色濃く見て取ることができる。人間の意識や言語能力といった高度な現象も、また、進化のアルゴリズムによって生み出されたことに不思議はないと、デネットは言う。この点で、人間の言語機関が進化の結果生み出されたという、 ことを受け入れることにためらうノームチョムスキーのような論者が批判される。このような意識への見方は解明される意識から受け継がれているもので、人工知能がいずれは意識を持つことも不可能ではないというのがデネットの主張だ。デネットは名優のダグラス・ホフスタッターと並んで人工知能の強力な擁護者であり、そのためジョン・サール、強い AI と弱い AI 論や、 ロジャー・ペン・ローズといった意識を持つ人工知能の制作可能性について会議的な論者らもまた本書での批判の対象となっている。本書は90年代後半から2003年までに書かれたデネットの論文、講演を編纂し一冊にまとめたもので心の科学と哲学に対する解明される意識以来のデネットの主張を見渡すことができるようなっている。 宗教と社会、生物学、進化論の関係を解明しようとする。この著作を始めるにあたって、デネットは、この本では、キリスト教とその原理主義を中心とした、アメリカの宗教環境が、念頭に置かれていると出ている、序文。この問題について論じることは自分にとっては、時期尚早だとデネット自身述べているが、現代のアメリカにおいて、 このような考察をすることは緊急の課題であると感じたためを取ったのだという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。